かわいいマリンタンどこ？私は本当に彼を思いに思っている。夜中劇場眠れないの。謝りいいね。羨ましそう。ちょっと海外の方だから、ちょっと意味不明なね、言葉ですけども。熱い思いは伝わってきました。かわいいマリンタン、ここにいるよ。かわいいマリンタンがいるよ。謝りね、寝る前にまったりお話ししたの楽しかったですね。実はあの後ね、かなたんが音声切った後に、あやめ先輩と二人でベッドにずっといて、眠れないね。あれ、朝になっちゃったねって話しながら、ずっと横になってました。なんか、外が明るいです、あやめ先輩。あれ、朝になっちゃったよ、つって。結局朝まで寝れず、ちなみにかなたは別室でいびきかいてました。別室で。かなたいびきを気にしてね、別の部屋で寝る癖があるんで、あの、前からそうなんですけど、待って、くしゃみでそう。鼻かむ。ちょっと待ってよ。軽井沢の配信外の話が聞きたいです。配信外の話か。あ、船長が、綿棒を買って、耳掃除をおもむろにしたら、なんで耳掃除してんの？とか、みんな言ってたんだけど、そう言いながら全員耳掃除し始めた。やっぱ耳掃除気持ちいいよね。あとは、すごい怖い部屋があって、船長とカナタがすげえ怯えてて、この部屋怖いよつって、ここでは寝れないわつって、めっちゃビビって入れなかったんだけど、あれフレアがいないって思って探したら、フレアがそのバカ怖い部屋で寝ててびっくりした。え、お前強ってなりました。楽しかったからね、やっぱ楽しさとね、疲れは一緒に来るね。そう、帰った後ちょっとどっと疲れて、爆睡しました。あやめ先輩に私ちょっとアプローチしすぎたかなと思ってさ、あやめ先輩にちょっと距離感間違ってないですか、大丈夫ですかってめっちゃ聞いちゃった。仲良くなりたいなって思ってめっちゃ話しかけるんだけど、あの話しかけられたくない人っているじゃないですかって、ちょっとグイグイ行きすぎて無理って思ったらすぐ AT フィールドって言ってくださいねって言いながらね、一緒に裏でも作業したり、お皿洗ったりとかね、ちょ一緒にしてました。嬉しかったって言ってたよ。なんかさ、みんなにはそう言うけど本心わかんないじゃん。やっぱコミュ障、みんなコミュ障だからさ、来てくれたら嬉しいんだけどさ、でも自分から言っていいのか迷うみたいなのすっごい多いんだよ。これ別に私に限らず、そう、あやめ先輩もそうだし、ね、他のホルメンとかもさ、よくあるんだけど、言っていいのかすっごい迷うみたいな。もしかしてなんか大きなお世話かなとかさ、多分なんかかなたんがさ呼んでくれなかったら、あやめ先輩とこんなにいっぱい話す機会もなかったかもしれないし、かなたんともねなんか久々にいっぱいお話できて嬉しいなって思ったし、そのお姉さん組はさいつも通りじゃん。お姉さん組とはやっぱいつも通りの仲なのでね、いつも通り楽しく話してました。今さらタウン、今さらタウンにさよならバイバイ。やべ、しょうもないことしか言えん。合宿の話聞きたい。でもさ、全部ほぼ放送に載ってたじゃん。あんま、でもそのまんまみたいなとこあるよね。全ちょっとその後どうですか？何もないです。はい。何もありません。